にちは、ナスのひたしです。今日は購入法紹介10月編をおしゃべりしていきたいと思います。今月は文芸誌を3冊と、単行本と、文庫を購入しました。では早速おしゃべりしていきましょう。ナスのひたしの爪楊枝どこ。じゃあ最初はスバル、今月はスバル文学賞の発表があって、受賞作の大谷麻子さんのガランドを読みました。なんか静けさがあって、とても好きな空間時間でした。の主要な登場人物のキャラクターも頭の中でわってしみしみしてきて、例えばあの登場人物がトイレットペーパーが残り一つのことを残機1ですって言うんやけど、こういうとこめっちゃ好きなんですよね。なんか次の作品も読みたいなと思いました。で他にはカラーグラビアの日々これ口実の年森明さんが2回目で、なんかエッセイはこう映像が流れるように浮かんでいくやつが大好物なんでたまらんかったです。なんかね、寝転ぼがなぜかずっと私ドラえもんで再生されてしまって、何遍も脳裏の彼を振り払いました。であとは、読書目録の菅圭さん読みました。で、藤本辰樹さんのルックバック読んでみたいなと思いました。もう漫画って難しくってあんまり読まへんけど、少女2人ものはあの好きなんでちょっと気になってます。でこれから読みたいのは森田正夫さんの論考、遊びをめぐる談笑、あと上田隆弘さんの連載最愛のと、谷崎優衣さんの連載100日と無限の夜を読みたいなと思ってます。ナスのひたしの爪楊枝どこ。じゃあ次は文学界。今月は、ジャズ×文学が総力特集なんやけど、私ジャズに全然明るくないんでそこはあんまり引力なくて、とりあえず上田隆弘さんの創作 You don't know what love is。 そう、上田さんの男女ってめっちゃ色っぽいんですよ。でなんか旅のないに収録された悪口も私多分色っぽさが好きで、多分なんか色っぽさって知性に宿るよなって思ってるんで、そういうところが好きな理由かなと思ってます。あとは千葉雅也さんのインタビュー、即興でピアノを弾くと、あと石田佳穂さんのレポートですね、たしなまざる客、ジャズ喫茶のランチ食べ歩きを読んだりしてて、でこれから読みたいんが鈴木すずみさんのグレイスです。富塚美彩さんと河野慎太郎さんの、新人小説月表はマストで読みたいなと思ってます。ナスのひたしの爪楊枝どこで、文芸3冊目は文芸です。文芸も新人賞の文芸賞の発表があって、受賞作2作品、安藤ホセさんのジャクソン1人、日比野コレコさんのビューティフルからビューティフルへ、両方読めました。とジャクソン1人はなんか QR コードの読み取りとか入れ替わりとか、仕掛けって言っていいんかな、なんかそういうの面白くて、でもなんか読んでる間めっちゃしんどかったんですよね。アイスピックで刺されたみたいな感じ、ぐさってえぐられるんじゃないんやけど、でも確実に仕留められてて、多分これを書かなあかんっていう安藤ホセさんの気迫を感じたからかなと思っています。で、ビューティフルからビューティフルへはもうめっちゃ大好きです。言葉遊びの巧みさ
渡り廊下で踊るような即興性と積み重ねられた身体力、すごかったですよね。芥川賞候補になるんじゃないかなと勝手に思う今日この頃ですけど、でもなんかそうなったら日々のコレコさんはそれもパンチラインで返してくれそうですよね。なんか日々のコレコさん、津軽文学賞の方の最終候補にも残ってはって、なんか文芸賞の選考が先やったから津軽文学賞は選考対象外やったらしいんでしょうね。この夜の帳直々っていうのも読ましてほしいですよね。と文芸は期間なんで、これからもじっくりこの特集の方も読んだりとか、と小川聡さんの神についての方程式がちょっと読みたいなと思ってます。あと特別セッションの阿部一茂さんとかね、その辺も読みたいなと思ってます。ナスのひたしの爪楊枝どこで、単行本はこちらです。森博さんのオメガ城の惨劇買いました。まだねちょっと G シリーズの再読が終わってへんから、ちょっとこれお預けしてるんですけど、楽しみすぎてやばいです。の G シリーズをリアルタイムで読んでた時は、特に前半は学生やったんですけど、なんかキャラクターの魅力で読んでる部分があって、でもなんか今再読するとなんか字の文の魅力に惚れ惚れで、なんかオメガに向けての再読決めた私、なかなかやるやんって自分で思ってます。またオメガ読んだら多分興奮してツイッターとかインスタで騒ぐと思うんで、お楽しみに。想定もめっちゃかっこよかったです。ナスのひたしの爪楊枝どこで、文庫は古本で浅井亮さんの風とともにゆとりぬを買いました。工房の時に図書館で借りて読んだんですけど、このね浅井亮さんのエッセイシリーズ最後の3冊目が単行本で出たんですけど、これはね文庫で買うって私決めてて、なんでかっていうと、あの読書する時を選ばへんエッセイなんですよ。メンタルやべえ時も、逆にめっちゃぶち上がってる時もどっちも読めるんで、持ち歩きたいんですよね。なんで文庫で買いました。あらすじとかあるやん、ここに、ひたすら楽しいだけの読書体験をあなたにってあって、ほんまそれ。なんか未読の方いらっしゃったらぜひ手に取ってほしいです。もう浅井亮さんの魅力たっぷり詰まってます。ナスのひたしの爪楊枝どこ、はい、購入本紹介おしゃべりしてしまいました。引き続きガシガシ読んでいきたいと思います。で今日も見てくださってありがとうございます。いいねやコメントをいただけて嬉しく思っております。お気に、今回見てくださって、よかったでっていう方は、高評価、チャンネル登録、コメントよろしゅうです。では今日はこの辺で、ナスのひたしでした。バイバーイ。 Bye.